山口敏太郎の映画表。実はですね、僕は魔界転生、やっぱりジュリーと千葉真一が出てるあのバージョンですね。ジュリー演じる天草四郎 VS 千葉真一演じる柳生十兵衛の紅蓮の炎の中での対決。本当に名勝負だったと思いますね。真田広之との傷シーンなんかも印象的なんですが。深坂ワールド全開といった感じで、僕あのシリーズが好きだったので、2003年バージョンの、魔界転生、佐藤浩市さんが柳生十兵衛、窪塚さんが、天草四郎演じて、このバージョンはちょっと抵抗があって見なかったんですね。平山英樹監督ということなんで、学校の怪談とかレディー・ジョーカーとか撮った監督なんで、僕は学校の怪談、実写版の学校の怪談はすごい、映画としてもこれよくできてるなと思って見てたんで、期待はしてたんですけども、ちょっとどうしても興味が湧かなくてですね、見なかったんですけども、一昨日ようやく、夜中にですね、これぐらいの時間に僕は映画を見て、ストーリーとか演出とかキャストを見て楽しいなと思って見てるんですが、見ました。で、本当にね、窪塚さんとか佐藤浩市さんに謝らなきゃいけないというぐらい、今まで見なかったが大変申し訳ないなと思うぐらい面白かったです。前作はね、なんて言うんだろう、やっぱりジュリー対千葉真なんですよね。ジュリーが出過ぎてる、千葉真が出過ぎてる、キャラ対キャラのキャラ合戦なんですね。ところが今回の窪塚四郎はですね、窪塚演じる天草四郎は、やっぱ天草四郎、窪塚のキャラを消しながら、天草四郎を演じている。で、佐藤浩市もやっぱり、佐藤浩市的な匂いを消してるんですね。それで、自分なりの柳生十兵衛を演じてるんですね。で、やっぱり四郎対十兵衛の対決というふうに見えましたね。だからそれはそれで僕ね、二人が、こう、自分の個を出しすぎない、控え気味の演技というとこにはすごい感動しました。で、最後は江戸城が真っ二つに割れるシーンというか、縦に亀裂が入るシーンなんかは圧巻ですし、ちょっとね、最後のバトルシーンが物足らないかなと思いましたけども、紀州徳川家をこう洗脳するときにですね、こう天から羽が生えた、窪塚さんがですね、堕天使と言うんでしょうかね。魔界に身を落としてますから、堕天使、天草四郎が、こう、降臨してくるシーンなんか、非常になんかね、背徳的な、キリスト教的な、なんかね、こう、背徳感が満ち溢れていて、僕は好きですね、あのシーンね。後に窪塚さん自ら、ダイブしちゃうわけですけども、映画の中では本当に飛んでるなと思って僕は見てたんですが、非常にうまい演技だったと思います。で、ただちょっと残念だったのはエロスの雰囲気が足んないかなと。エロスのエッセンス、エロとですね、こういう魔術とか魔界というのはすごい、セックスとですね、この呪術的な世界って結びつきがすごい深いんですね。日本でも邪教と言われるものはセックス教団であったり、悪魔もサバトとかいう乱行が行われたりします。そういったものが少しエッセンスとしてエロスの色が少なかったかなと。深作バージョンは本当にエロいですからね。なんてエロいんだろうって子供の頃見て興奮しましたけど、ちょっと窪塚バージョンはエロスのエッセンスが少なかったかなと。もうちょっと全身からムラムラエロスが出る、俳優さん、特に女優さんをピックアップして使った方が良かったんではないのかなと思います。ですが、やっぱり冒頭の天草の乱の戦闘シーン、これはもうなかなかなものでしたね。ちゃんと、なぜ魔界転生ということにつながっていくのかっていうところを説明すべく戦闘シーンをこう描いてますね。あれなんか結構いいんじゃないのかなと。で、幕府のトップがなぜ死んだかってこともちゃんと描いてまして、ああ、四郎の魔術にやられたんだなということが納得しましたね。魔界伝承、
十分蔦屋ゲオで借りて見るには値する作品だと僕は思いました。